皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は5月4日土曜日ですね。連休も10連休ももう後半戦突入ということですけども、土日月曜日もね、振り返り休日でお休みですので、まだまだね3日間音楽三昧の素晴らしい、連休をお過ごしいただきたいと思います。さてエフェボーさんですね、今日のこのエフェボーチャンネルはね、iPhone でね編集ということでね、もう創業時からずっと使ってきたこの、MacBook Air、通称ヘンリー2世がですね、ついにこう危篤状態に陥ってしまいましてですね、本当に朝から頭を抱えて、いるんですけれども、気を取り直してね、iPhone があるじゃないかということで、ちょっと編集久々に、しておりますということでね、本日も音楽と機材妄想を胸にね元気に過ごしてまいりたいと思います。さて昨日のね新規初投稿ですけれども、まずねベース用の、ボード特集の第2弾ということでね、昨日ね、佐々木さんの、この MS3 で制御されたねボードとかね、それから社会人に、なられたばかりの直樹さんのね、なんと HX Effects、もうハイエンドのねマルチを用意したベース用のボード、とかですねご紹介させていただいたばかりですけども、そのベース用の特集の第2弾ということでね、ウーヤンさんの方はですね、まずフェボーのステッカーがね、まず、もうボードの方に貼っていただいておりまして誠にありがとうございます。でそのウーヤンさんがですね、ダークグラスをね、導入されたということで、まあ自分史上、最強のボードが出来上がったということでね、ベース用の、ボード皆様方もね、こちらチェックしていただいて参考になさっていただきたいと思います。ウーヤンさん投稿誠にありがとうございます。それからねマーカーさんなんですけども、なんか平成はねマルチ、をね結構多用されてたようなんですけども、今回令和にね変わってからですね、言語が変わってからコンパクト、のエフェクターメインでね、本当に使うエフェクターだけ、これを中心としたね直列のボードにしたということでですね、追加コメントもねこういう風に、アプリの場合見えるんですけど、嬉しいですよね。こうセッティングのこの、接続の順番っていうんですかね、こちらも追加投稿いただきまして誠にありがとうございます。でね、ちょうどエフェボージさんがね、フックアップさんから依頼されて、作りました大阪のね、再来週のサウンドメッセ大阪、こちらでね展示されるボードでもねメインで、使ったエフェクターがカールマーチンだったんですけど、マーカーさんもですねエンベロープフィルター、こちらなんか結構カールマーチンのエンベロープフィルターって結構定評があるらしいんですけども、こちらをね、用意した直列ボードということで投稿いただきました。誠にありがとうございます。そして今日のねバナー広告ですけども、ベースのワービックからね、出ているというか、ワービックが展開されている、小物のね、ロックボードというブランドがあるんですけど、こちらのですね、もう名前そのまんまのペダルボードですね、ペクターボード、ペダルボード、こちらですね、お店に並んで、いないことも多いようですので、ぜひお店に行ってですね、興味ある方はですね、このペダルボードをこのエフェボを見せながらですね、これちょっと見たいんだけど、これ入れたらどうですかみたいな形でプッシュしていただきたいと思いますけども、先んじてですね、まだできていないんですけども、このエフェボージさんのね、平成最後のボードありましたけども、こちらをですねこのまんままだ崩していないので、このロックボードペダルボードの方にね移植する作業をですね近々やってみたいなというふうに思っております。先ほどもご紹介したフックアップさんから依頼されて作ったですねお手伝いした、このサウンドメッセ大阪用のボード、こちらも組んだことですし、でまた昨日からね動画もアップしてですね非常に多くの方に見ていただいているようですけれども、今度次回はですねこの、ロックボード、のペダルボードにですね組んだ、フェボージさんの平成最後のボードをですね、ボードを変えたらどうなるのかっていうね、動画をお送りしたいと思いますので、こちらもね、楽しみにお待ちいただきたいと思います。で、その前にね、もう、MacBook Air 新しいの買わなくちゃいけないのかな、それともちょっとね、何度もリブートしてるんですけど、いろんなやり方があるみたいなので、ちょっとね、試してみたいと思いますが、今日はね、地元、相模原大凧祭りということなのでね、今日はもう業務を終了してですね、1日ぐらい休んでもいいかなということでですね、奥さんと、河原の方にね、相模川の方に出かけてみたいと思います。ということで、何かありましたら、Twitter の方でね、DM いただきたいと思います。それではね、本日土曜日も素晴らしい、休日をねお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございました。